石破の態度表現、あなたはどう感じますか？フジテレビが報じたところによると、10月27日に予定される総選挙に向けて、自民党の新総裁に就任する石破氏が大きな方針転換を行い、党内では驚きの声が上がっています。石破新総裁は、9月30日に自民党の新しい執行部を発足させ、10月9日に衆議院を解散する方針を決定しました。これに伴い、10月27日には投開票が行われる予定です。この選挙日程は、想定されていた中でも最も早いものであり、政権発足の勢いを利用して短期決戦に挑む姿勢が見て取れます。以前、石破氏はすぐに解散はしないと述べていましたが、臨時国会が召集される10月1日に、予算委員会を開いた後に解散する意向を示していました。しかし、ある議員は前言を撤回した石破氏に驚いていると語っています。この変更の背景には、幹事長に就任する森山氏からの早期解散を強く推奨する意見が影響していると言われています。党内からは支持率が下がる前に解散すべきだという声や、2025年の参院選を重視する公明党の意向も考慮され、石破氏は早期解散の決断に至ったようです。この結果、解散日は10月9日、告示日は10月15日、投開票日は10月27日となります。一方、立憲民主党の野田代表は、この決定に否定的な立場を示しています。彼は、しっかりとした審議を行った上で、石破政権の考えを国民に明らかにし、その後に信を問うべきだと強調しています。自民党本部では、30日の午前中に岸田首相のポスターが剥がされ、新体制への準備が着々と進められています。今回の自民党の総裁選に関するニュースは、石破氏が新たに就任し、10月27日に行われる衆院選に向けて早期解散を発表したことに関連しています。この決定は、党内からの驚きの声を呼び起こしました。以前は、彼はすぐに解散はしないと明言していましたが、急に立場を変えたことで、その信頼性が揺らいでいるのは明らかです。まず、このニュースの核心部分について見てみましょう。石破氏は、支持率が低下する前に解散すべきだとする党内の意見や、2025年の参院選を重視する公明党の要望を受け、早期解散の道を選びました。しかし、この行動は政治的な安定を求める視点から見ると、非常に危険な賭けであると言えます。国民の信頼を得るためには、しっかりとした審議や議論が必要です。それをすっ飛ばして解散に突入するのは、まさに自らの利益を優先した結果であると考えざるを得ません。次に、このニュースが社会や個人に与える影響について考察します。政治家が急に方針を変えることは、国民にとって混乱を招く要因となります。特に、国民は次の選挙に向けての政策や議論を期待している中で、早期解散はその期待を裏切る行為です。このような態度が続くと、国民の政治への信頼感はさらに低下し、最終的には民主主義そのものが揺らぎかねません。石破氏のような不安定なリーダーシップの下では、未来の社会がどうなるのか、不安を感じる人が増えるのも無理はありません。また、今後の見通しについても触れたいと思います。石破氏が早期解散を決定した背景には、支持率の低下や次期選挙の戦略があるとされていますが、この決断が果たして正しかったのかは疑問です。国民の支持を得るためには、まず議論を重ね、理解を得ることが必要です。その過程を省略して、短期決戦に持ち込むのは、結果的に彼自身を孤立させる可能性があります。今後、解散後の選挙戦では、彼のリーダーシップに対する疑問が増すでしょう。特に、野田代表のようにしっかりした審議を求める声が多く上がる中で、石破氏がどのように対応をしていくのか、注視する必要があります。重要なポイントとしては、石破氏の急な方針変更は国民に対する信頼を損ね、さらなる混乱を招く危険性があるということです。また、彼のリーダーシップが今後の政治情勢にどのような影響を与えるのか、国民はその動向を注意深く見守る必要があります。それでは次に、実際に寄せられた世間の声を見てみましょう。
これだから本当に自民党という政党はどうしようもないですね。野党との論争を通して問題点を明らかにした上で国民に信を問うのではなかったのですか。総裁選を通してそうおっしゃっていましたよね。なぜ解散を急ぐのですか。総裁選を通して裏金の問題も表面化しそうですが、どなたかに入れ知恵をされましたか。表面の顔を変えても自民の本質政治は変わらないですね。統一教会、裏金の問題をまずは整理してくださいね。私は高市さんを支持していたけれど、お花畑慎二郎より過去には自身を貫き新党結成した石破さんの方が政治に対する信念はあると思っていたけれど、この流れを見る限りただの総理になりたかっただけの人であり、岸田と菅に泣きついて総理にしてもらっただけの人だった。マリオネットが慎二郎から茂に変わっただけ。裏金問題に切れてるのが国民で、そんな中で調査もしないで全公認選挙突入だと、ご祝儀相場もそんな起きないんじゃないか。直後の世論調査で期待すると答えた層は 51% しかなく、これは新総裁直後としてはだいぶ低いし、この対応を取るとさらに支持は離れるように思う。さらに世論調査とは別に裏金議員は何としても落とすという層もいるだろうから、無調査選挙は逆効果だと思う。正直驚いた。森山氏から進言があったとのことだが、総裁選の時に小泉氏ができる限り早期に解散したいと言っていたので、そのあたりからも進言があったのかもしれない。その時石破総裁は野党としっかり議論してからだと言った。このままでは石破総裁はブレまくっていると言われかねない。もっと慎重に発言すべきだ。国民に時間的に選択肢を与えないつもりだね。客が迷ってる時に一気にクロージングをかけるのは営業の基本には忠実なんだろうが、あまり良心的とは言えない。裏金への対応とか政策とか情報を与えず、国民がよくわからないうちに投票を迫るわけだもの。国民の側ができるシンプルな対応は、とにかく何でもいいから自民以外の良さそうな候補に入れること。つまり自民は買わないということか。すべてそうするのが無理なら、せめて比例は他の党にして、裏金疑惑ありの候補に対して絶対他の政党の候補に入れるとかかね。石破さん必ずしも悪くないと思ってたけど、党内の声に流されたら今までと変わらないんだよ。党内の政敵の勢力を弱める上でも一工夫した方がいいね。もはや総裁が変わろうが、これまでの自民党という組織に対して多くの国民は裏金事件や国民の声を反映されない政治に納得していないのですから、岸田や鈴木らの行い、財務省のやりたい放題など、もう国民は騙されないのですよ。自民党の悪質な国民への政治を止めるために自民党を大敗させることが国民の義務なんですよ。岸田は落選させないといけない状況である。広島選挙区の有権者が岸田を落選させることからのスタートですね。国民の痛みを知るべき。石破総裁、期待していました。選挙で有利に持っていくことは大切なことかもしれないが、選挙の結果は実績の結果で決まるものだと思う。ある程度の公約の結果を期待する。選挙までにやれることはやってほしい。前総裁は NISA を国民に対して推奨していましたが、それは将来の年金には期待せずに自分で資産を作っておいてねというメッセージだと私は受け取りました。将来の年金が期待できない以上、自己責任で資産を作っていくつもりで現行制度になる前からコツコツと積み立てていました。この人は金融所得課税を増税するつもりとお聞きしました。 NISA は非課税なので対象外だと思いますが、数年先は課税しているかもしれないが、 NISA きっかけで株や国債などの他の金融商材も手を出した人は多いと思います。政府が金融プロパガンダをしておきながら、広まったら徴税ですか。呆れますね。もっと呆れるのは、決選投票で石破さんを押したあの前総裁、あんたが NISA 金融所得を押しておきながら、逆行する政策を行おうとする人に決選投票で投票するとか、あの人は誰のための政治家なのか甚だ疑問です。総裁といえど、これだけの逆転があったんだから、岸田さん、菅さんの子飼いにならざるを得ないでしょう。とりあえずこの株価の下落が経済の反応です。株主の中には泣きなしのお金で政府が推す NISA に投資してる人も多い。
支持率なんて一気に下がりますよ。積極的な発信が必要だと思いますよ。高市新党でも発足しない限り、保守の受け皿はないかもしれません。しかし、立憲民主に投票してしまうと自民党との大連立となる可能性もあります。なので、今回は自民と立憲以外に投票するとともに、投資詐欺にあったりブレーキとアクセルを踏み間違う。政策も何も分かっていないで石破さんが良いとイメージで投票してしまう。持ち家があり年金と保険で何の不自由のない周囲のお年寄りの説得に励む次第です。子供に選挙権がないのなら、分別のないお年寄りにも運転免許とともに選挙権も返納してもらえないのでしょうか。国民のためではなく、自分たちの利益のために解散を急ぐのは、正直なところ見苦しく感じます。小泉氏のように、支持率が高い時に早期解散を明言していたならともかく、国民に判断材料を提供すると言った以上、約束通り提供してほしいです。27日では期日前投票が開始される前に投票券を郵送できない自治体も多いでしょうし、投票所を使う予定だった団体も急な変更や中止を余儀なくされるでしょう。選挙は民主主義の根幹です。国のための最良の日程であるならやむを得ませんが、自分たちの利権を守るための方針転換を国民がどう評価するのか、結果が楽しみです。自民党を支持していましたが、保守の受け皿がありません。石破政権の財政経済政策は利上げや円高、増税といったタカ派の方針で、防衛に関しても核兵器共有やアジア版など、自衛隊のグアム駐留など、憲法の拡大解釈を推進しています。高市氏の方が経済政策も民間主導の景気拡大路線で健全でした。また、アジア版な党のような過激な発言はしていなかったと思います。野田立憲では困りますし、本当の保守の受け皿がないので困った選挙になるでしょうが、国民に選択肢を与えない早期解散が石破氏、菅氏、岸田氏の狙いなのでしょうか。受け皿がないなら、一度自民党には投票せず、議席を減らして保身を止めて現実的な国民政党に冷静になってもらうしかないですね。自民党が次の選挙で勝ってしまうと、消費税増税など国民には頭の痛い法案が通されると思います。このままでは石破政権は1年後に選挙になるでしょうし、1年後に現在の支持率を維持できる見込みは薄いと考えています。どうせ選挙をやるなら、石破氏への期待が高い今にやった方が得策でしょう。ただのとは選挙どころではありません。防災省を作ると言っている石破氏が被災地を無視しているように感じます。政権の安定を図る一方で、国民に負担を強いる政策を通そうとしているのではないかと勘ぐってしまいます。また、国民の信任を得たとしても裏金問題がうやむやにされるでしょう。だから、次の選挙では自民党に勝ってほしくないです。石破氏のこれまでの人気の源泉は、自民党執行部の方針に対する党内野党的な発言でした。それが有権者から好意的に受け止められてきました。しかし、党総裁になるためには党の重鎮らの後ろ盾が必要となり、それが足かせになり早くもトーンダウンしています。自民党総裁選での討論では、早期解散を唱える小泉氏に対し、有権者に信を問うためには予算委員会審議を通じて政策を訴えるべきと明言していましたが、今更その立場を変えて自由に発言できることとの相違点を思い知らされているのではないでしょうか。予想していたとはいえ、この変節ぶりでは政治改革の実現やアジア版な党構想、憲法改正も期待倒れになるかもしれません。しっかりしてほしいです。石破茂、国民が物価高で苦しんでいるのに、物価対策を放置して衆院選ですか。最も消費税減税を望む人が首相になってしまいました。国民が物価高で苦しんでいる中、賃上げを悠長に言ったり、年金生活者や非課税世帯だけに給付金を出すのでは、衆院選は厳しいと思います。即効性があるのは給付金です。賃上げは長期的目標であり、それを目指すと言われても物価高対策にはなりません。消費税減税をやる気がないなら、安倍氏の時よりも金額を増やすか、回数を増やして全国民に給付金を出すくらいのことをしないと衆院選は厳しいと思います。信用できない行為を自ら行うことは、
今後も信用できないということを意味します。相変わらず国民の方を向いていないようで、私利私欲に走っているのですね。発足から最短かもしれませんが、当確も最短になるでしょう。ただ国にとって大きな傷とならないように早めに処置できる機会が与えられることは国民には良いことかもしれません。石橋は何度も周りの人から救われ支えてもらったにもかかわらず、その度に裏切ったり恩人の悪口を言ったり、後ろから鉄砲で撃つような真似を繰り返してきました。もともと仁義など意に介さない人で、裏切りの人と呼ばれていたのですから、この程度のことは想定内でしょう。これだけ人を裏切りまくって総理大臣になったのですから、人を騙すことに関しては驚くほどの才能を持っていると思います。菅氏や岸田氏を裏切るのを楽しみにしています。この人は今回の9人の総裁候補の中で最もふさわしくないと思っていました。ポジショントークをする安全な場所から正論風のことを言う政治家ではなく評論家体質です。これまで肝心な仕事では世論に迎合して後ろからリーダーを打つようなことをしてきました。なので個人的には全く支持できませんが、まずはどう政権を運営するのか見てみたいです。前言撤回からもわかるように、自分の政権については勝てばよいという一心で総裁選に臨んだことは明らかです。総裁選後のテレビでの発言でも後ろ向きな発言が目立ちました。石破氏も結局はただの政治家と言えるかもしれませんが、総理となって国民の期待に応えてくれるのか、それとも看板倒れになってしまうのか、今後の動向に注目したいです。解散総選挙は一大行事ですからね。総裁選当日に10月27日投開票と断言している政治記者がいるほど、選ばれた時には誰であろうが外堀が埋まっていたのでしょう。いずれにしても石破氏の選出の是非を有権者が示すチャンスが来るということです。今回の自民党総裁選において石破茂氏が新総裁に選出されたことは国民にとって大きな波紋を呼んでいます。コメントを分析した結果、石破氏に対する多くの批判が浮かび上がりました。国民は彼が政治家としての信念や責任感を欠いているのではないかと疑問視しており、今後の日本の政治の行く末に対して絶望的な気持ちを抱いている様子が見受けられます。まず国民が石破氏に対して最も強く感じているのは解散総選挙を急ぐ姿勢に対する不信感です。多くのコメントでは石破氏が自らの利益のために解散を急いでいると指摘されています。彼が以前述べていた国民に判断材料を提供するという約束を裏切り、急な解散を選んだことが国民の信頼を損なう要因となっています。このような行動は単に自民党内の権力争いに過ぎないとみなされており、真の意味でのリーダーシップが欠如しているという意見が多数寄せられました。次に石破氏の経済政策に対する懸念も強く示されています。彼の財政経済政策はタカ派的なものであり、利上げや増税、核兵器の共有など国民にとって不安要素を含むものとされています。特に物価高に苦しむ国民に対して消費税増税の可能性があるとの見方が強まり、石破氏がその道を進めば多くの人々にさらなる負担を強いることになると危惧されています。この点に関しては石破氏が国民の声を無視しているのではないかという批判が相次いでおり、経済政策の見直しが求められています。さらに石破氏の政治手法やスタンスに対しても疑問の声が多く上がっています。彼は以前自民党内で党執行部に対して批判的な立場を貫いてきましたが、今やその姿勢が後退し、党内の重鎮たちの意向に流される傾向が強まっているとされています。かつての自分の言葉や信念を捨て去り、政治的利益のために立ち回る姿勢は多くの有権者から見放される原因となっています。このような姿勢は石破氏が本当に国民のために政治を行うのか疑問を抱かせており、その結果国民からの信任を得ることが難しくなっているのです。国民は石破氏が新総裁となることで自民党が変わることを期待していましたが、その期待が裏切られることに対する失望が強いことがわかります。石破氏に対するコメントの多くは彼に対する期待が高まっていたにもかかわらず、急な方針転換や信念の欠如により
その期待が失望に変わる過程を表しています。特に政権運営においては、過去の失敗を繰り返すことへの不安が強く、未来に対する明るい展望を描けない国民が多いことが明らかです。さらに石破氏が取り組むべき課題が多岐にわたる中で、彼のリーダーシップがその実現を妨げる要因になるのではないかと懸念されています。裏金問題や国民の声を反映しない政治が続く中で、国民は何が変わるのかという疑問を抱き続けています。これまでの自民党政権に対する不満が石破氏への期待を打ち砕き、彼の言動に対する厳しい目が向けられることとなっています。このような状況下で、国民の信頼を回復するためには、石破氏が本気で国民の声に耳を傾け、誠実な政治を実現する必要があります。しかし現状ではその姿勢が見えず、多くの国民が石破氏は結局自民党の一員であり、国民のために動いているわけではないと感じているのです。彼がリーダーシップを発揮することができなければ、今後の選挙や政治情勢は厳しいものとなるでしょう。まとめると、石破氏に対する批判は、彼の政治的姿勢や経済政策に対する不信感、そして国民の期待を裏切ったことに根ざしています。多くのコメントからは、石破氏が国民の声を無視し、自らの利益のために動いているとの厳しい見解が浮かび上がっており、それによって国民の絶望感が強まっていることが明らかです。今後の日本の未来には、多くの国民が期待を持てず絶望を感じているという現実が待っています。このままでは、石破氏が導く日本の未来には多くの課題が残り、国民が安心して生活できる社会を実現することは難しいと考えられます。動画をご覧いただきありがとうございます。今回は石破茂新総裁の選出がもたらす日本の未来に対する国民の絶望感についてお話ししました。石破氏の急な解散決定やその背後にある政治的な思惑は、国民からの信頼を大きく損なう結果となっています。彼の行動は国民に対して約束を裏切るものと映り、多くの人々が今後の政治に不安を抱いている現状があります。私たちが生きる社会において、政治家の姿勢や言動がどれだけ重要かを再認識させられる機会でした。国民の声に耳を傾ける姿勢が欠如している政治家の存在は、私たちの生活にどれほど影響を与えるかを考えると非常に深刻です。これからの日本が向かう先に希望が見えるのか、それともさらなる絶望が待っているのか、非常に不安な気持ちが広がります。ここで皆さんにお聞きしたいことがあります。皆さんは石破新総裁の選出についてどう思いましたか？彼の今後の政治運営に対して期待を持てますか？それとも不安が先立ちますか？また彼が国民の信頼を取り戻すためには何が必要だと感じますか？あなたの意見をぜひコメントで教えてください。この動画が少しでも皆さんの思考を促すきっかけになれば幸いです。日本の未来をより良いものにするためには、私たち一人一人の意見や行動が重要です。これからも政治や社会に関心を持ち続け、自分たちの声を大切にしていきましょう。次回も興味深いテーマをお届けする予定ですので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。あなたのご意見が次回の動画作りにとても役立ちます。引き続き、日本の政治や社会について考えていきましょう。皆さんの声をお待ちしています。